藤井です。今日はですね、宮島サービスエリア下りの方でね、車中泊をしておりました。そして今日は宮島の方に渡って、観光をしてまいります。ただいまですね、宮島サービスエリア下りから、厳島神社の行きのフェリー駐車場にとりあえず止めまして、駐車場の名前がどこかわかんないんですけど、とりあえず、キャンピングカーと大型ということで、1泊2000円です。2000円の料金でございまして、とりあえず向こうにね、止めるようになりました。で、隣のデスレフもね、昨日からずっと宮島サービスエリアでご一緒でした、はい、横浜からかな来られている方でございました。で、とりあえずね、こちらの駐車場一泊止めれるようでございまして、止めるのがプラス2000円の500円、2500円いるみたいなので、ちょっと高いんで、ここで車中泊はやめた方がいいと思います。なんでね、一番近いのが宮島サービスエリア下り、こちらのサービスエリアが一番近いんです。それではね、フェリーの乗り場行ってまいります。もう25分ですけども、こちら、七浦丸というね、フェリー、大体10分ぐらいですね、乗っていきます。で、見ての通りね、早朝にもかかわらず結構ね、多くの観光の方も来てますね。駐車場の方はまだ平日なんで満車になってはなかったです。
上がってきます。30分か、遠いな、山だし。登山者数継続中、わかるんだ。センサー、ね、面白いな、これ。1キロ30分かかるみたいです。こんな山道だから多分きつい。石の下を。くぐって。修行だ、修行。とりあえずね、厳島神社、回ってきて、厳島のね、山頂までやってまいりました。山頂の方、とりあえず制覇することができました。見ていただいた通りね、絶景でございます。またね、皆さんも時間がありましたら、ぜひともお越しくださいませ。それでは、チャンネル登録、高評価よろしくです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイ。I'm going to eat that as soon as you get that. I'm going to eat that as soon as you get that.